ウォルター・ヘンリー・メドハーストは、改修派のイギリス人宣教師、中国学者、出版人である。上海に入った最初の宣教師であり、また、中国語訳聖書の翻訳、改訂、出版に尽力した。中国名は麦、宮古ろう。日本では、英和和英語医の著者として、特に知られる。メドハーストは1796年に、ロンドンに生まれた。 15歳の時にグロスターで印刷技術を学んだ。1816年にロンドン電動協会に参加してマラッカに赴任した。ロンドンからマラッカへ行く途中、マドラスに数ヶ月登留したが、この間にエリザベス・マーティンに会って結婚し、共にマラッカへと赴いた。1817年6月12日にマラッカに到着し、ウィリアム・ミルンの助手として、 中国語雑誌、サシセ族米月陶器伝の発行を手伝った。1819年には、ペナンに移り、学校を開いた。同年牧師安守を受け、ペナンとバタビアで、宣教活動を行った。メドハーストは、バタビアでも、学校を開き、また印刷所を設立した。1822年に、ミルンが没するとマラッカに変わって、 バタビアがロンドン電動協会の中心的な印刷所になった。1834年にロバート・モリソンが没すると、その子のジョン・ロバート・モリソン、カール・ギュズラフ、イライジャ・コールマン・ブリッジマン、及びメドハースとの4人はモリソンが中国語に翻訳した聖書の改定を行った。しかし、英国外国聖書協会はこの改定を認めず、 新薬と旧薬の吉明まで翻訳したところで、共同作業は中断し、残りはギュズラフが一人で翻訳した。この版は太平天国で使われた。アヘン戦争後、メドハーストは新しく開かれた上海に移って、そこで戦況活動を行った。1843年に、 香港で会議が開かれ、イギリスとアメリカの宣教師らによる委員会が共同で中国語訳聖書を改訂することになった。委員会は中国人の王、トーラの協力を得て、1852年に改訂した新訳全書を1853年に旧訳全書を出版した。この改訂訳は英国外国聖書協会に正式に採用された。この本訳は、 分離分けだったが、メドハーストらは、新約全書を緩和にも翻訳し、1857年に出版された。メドハーストはかつてバタビアに建てた印刷書を上海に移した。これが、住み会書館である。印刷書では選挙用の書物の他に、西洋の政治、科学などの書物を中国語に翻訳して出版した。1843年に、ニューヨーク大学から、 名誉進学博士を授かった。1856年に上海を離れて帰国の途につき、1857年1月22日にロンドンに帰り着いたが、その2日後に死亡した。同盟の息子もイギリス領事として中国で活躍した。官英辞典エドハーストは様々な言語に通じており、また自分の印刷書を持っていたため出版した書物は多く。 中国語によるもの59種、英語27種、マレー語6種類に上る。メドハーストは初めて中国語の原文から諸教を英訳した。また、絹と茶の産地を訪れた旅行機の中で農政全書の省略も行っている。ありがとうございます。